英作文に挑戦していただこうと思う。作家のちょっと一回ちょっと考えさせろよ。 Read the following sentence and write your そっから読み直すの。これだったら I choose Proverb A。 そうとも言う。一回日本語で読んでください。 Alright Nice。始まりました。お待ちしております。こんにちは。鈴木監督と申します。さあ、今回はですね、カンタロウとニックのコンビやってまいりました。うん、今回はですね、なんと鈴木カンタロウさんが高校入試に挑戦されてるんです。英語で聞いてないよ。いつもなんかね、中学の範囲の数学もお前忘れてんのかみたいに言われてる私が、今度はリベンジカンタロウさんにリベンジですか、はい、公立高校って普通簡単ってイメージじゃないですか、うん、はい、大阪はですね難しいんですよ。大阪っていうのは3つのパターンがあったりするんですよね。レベル分けて使える。じゃあね、北の高校とかやるやつね。そう、難しい大阪の府立の高校っていうのは難しいのを選べるんですね、うん、なので、え、外国何年行ったんでしたっけ。63年ぐらいです。おい、63年なんだその昭和みたいな。関係ない。 No There is no relationto writing in ですね。まあ5年いたからね、もっといたかもしれない。もっといたんですね。通算7年ぐらいいたかもしれない。通算7年いた。独身時代2年入ったんで。あ、そうですね。で、独身時代、結婚してて、離婚時代。離婚してねえって勝手に決めんなよお前。だっていつ行っても奥さんいないから。一回も見たことないから。はい、君らに合わせないようにしてんだよ。危ないもんじゃない。さあ、そんなカンタロウさんね、はい、英作文に挑戦していただこうと。大阪のイージーイージー。さあ、イージーとイージーっていうね。イージータスク。じゃあ、大阪の問題。さあ、こちらです。これ何？英語読んでから答えるの？そうです。じゃあ、ちょっと、Can I have time? ちょっと読んでください。じゃあ、音読してください。はい、音読するの？はい。Read the following sentence and write your answer in English. Proverbs are short sentences passed down from generation to generation. あ、これあるか。動詞のプロバイブだね。ことわざみたいなもんね。うん。And they usually contain advice to people. There are two proverbs that give us different advice. The first one is nothing ventured, nothing gained. Ah, this proverb says that we cannot get anything if we don't take a risk. The second one is better safe than sorry. This one says that a person should be careful and act safely toavoid regretting later. Which proverb is more persuasive for you? Write your opinion and reason. After that, write about your experience to support your reason. 要するに、まあ、正義なことを子孫じると、あ、じゃないや、虎穴にいらんずば孤児を得ずと、いらずんばだと思います。あ、そうか。虎穴にいらんずんば、虎穴にいらずんば孤児を得ず。あ、そうか。で、これが嫌だね。そうです。ちょっと一回ちょっと考えさせろよ。10分ぐらいは普通くれるだろ。さあ、やってみましょう。ちょ、待って。10点か。そう、待って。おい、キムタク出ちゃった今。ちょ、待って。10点ちゃんと指示に従いましたね。 I have to なんだ I have to act follow ね、what he says。 Read the following sentence and write your answer。 そっから読み直すの。Act safely to avoid regretting ね、後悔先に立たせたからね。Voyage cannot stand after. じゃあ、stand before か。え？ Voyage cannot stand before。 後悔、後悔ね、別の後悔。なるほどね。ルー大島みたいな、ね、要するに、あなたにとってどっちの言葉がいいですかね。体験書かなきゃいけないの。そう、さあ、今 I have to 何、53年間振り返って考えてきたよな。まあまあ、嘘ってもいいから、今度。分かってんだったら。エッセイ、そうそうそう。うん、そんな、だって、すごい経験とかないでしょ。おばあさんにショットガンでね、お金出せって言って、ね、ニック、ニック。これ、母数、母数制限は？さあ、行ってみよう。待ってよ。やってみよう。おい、これ。ね、ベッドって DVD の。かける、はいはい、かけるでしょ。ベッドでいいの。カンニングはダメですよ。ベッドって多動詞。何回も二動詞読むの。はい、どうぞ。このキンダーガーデン、はい、コンポジションを。さあ、キンダーガーデンコンポジション、はい、どうぞ。 I persuasive proverb A. When I was poor, I would die because I had no food to eat. Then I bet all the money I had to horse racing. I was able to be rich. 補欠にランズが孤児を得ず。ナイス。なるほどね。I persuasive proverb A ってどういう意味でしょう。まあ、もっと簡単な英語にしてもいいと思う。 I
Choose. これでも本文に書いてある。じゃあ、persuasive はね、You would say, Proverb A is more persuasive for me とか、でもこれだったら、I choose Proverb A。そうとも言える。そうですね。そうですね。クレヨンしんちゃん。そうとも言える。持ってたよね。persuasive 形容詞だからね。これだったら、なぜかっていうとが多分必要なんだよね。でもそれ分かってましたよね。BecauseWhen I was poor, I would die になっちゃったよ。なんか一回日本語で読んでください。多分日本語でもこれおかしいわ。私は貧乏の時代、食べ物がなかったから死にかけて死にかけた。あ、死にかけたのこのブッドは。そう、死にかけた。もう食うもんなくて死にかけた。多分 I thought I would die とか。I thought I would die because I had no food.When I was poor, I would die. そしたら私は貧乏で死にましたってもう書いてるから。なんでまだ生きてんのって思っちゃう。Because I had no food to eat. So I changed it to when I was poor, I thought I would die because I had no food to eat. Then I bet all 多分 the money より my money の方がいいですね。My money、ごめんね、俺ちょっと偉そうに。ベッドが寝るとこになっちゃう。I bet. そうそう、だから聞いたじゃん。そうだ、違う。I bet all my money on horse racing だけで大丈夫です。Then, comma, 多分 I got rich. はい。got とか became とかね、そういう意味。I believe, だからそのリスクを取ら、9.5。100点満点中ですね。まあ自分の経験で、Proverb A が正しかを強調しましたね。自分の経験を使って。まあ、どれぐらいですか？I've never graded a test before. はい、はい、何を見てるんですか？まあ、コンテンツと、グラマーと2つのポイントでやることが多いですね。で例えば、コンテンツを5点、グラマーを5点とかすると、まあ、グラマーは0点ですね、当然ね。なるほどね。間違いが多すぎるってことで。何その表情それでも書くのは難しいじゃん難しい、そうなんですよ実はですねカンタロウさん、はい、書くのは苦手なんですけど喋るのは得意なんですなるほどだからやっぱりそう今までのやっぱね学校のテストじゃスピーキング測れないからだからニックにこれからね喋って、はい、僕も日本語を勉強してた時その日本語能力試験とかの、はい、受けてたんだけどやっぱその時は漢字を勉強してたから、うん、多分日本語で書けたかもしれないけど今やってくださいって言われたら多分できないパソコンないとああ確かにね Because I can't write そうですね漢字を書くのか、全然書くなくないそう本当にそう、漢字自分も書けないし、ねはい、すげえ縮こまったさあそんなパンドラのねやっぱ喋るんだったら全然ねいけるから、はいけるのちょっとニックにねそう最近のこんな時に救急車が来てる最近のねアンビュランスアンビュランス Really? Why? アンビュランスでしょそう外のねはい、はい、2人がじゃあ何普通にこれがカンタロウのスピーキング能力だっていうちょっとニックオッケーオッケー I'm commission you know 何commission What is commission? Difficult to communicate other people Oh really? Really? Oh really? I'm very shyNo, you're not. You were talking no, so no, much today. No. I'm 口下手ね、you know. What's 口下手? 口下手、difficult to explain in English. Oh, okay.、Mm. Okay, no problem. 察しろ。察しろ。察しろ。What's 察しろ? I don't know 察しろ。なんだろう。You guess. I guess. ね、you guess. 察しろ。察するね。You guess. 察する。うん、ね。はい。What's your favorite type of math? Nothing! だってさ、突然話せてるでもなかなか difficult。ほら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 。T シャツ。Yeah. What does the T-shirt mean? Ura's identity. You know? I don't know. Ura. Ura. Ah, okay. Ruler. あれ? Ura. Oira. 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 Ura. German. German guy. Ah, mathematician. Yeah, mathematician. Oh. Greatest mathematician. Really? In the history.I'm so bad at math. Gauss. Really? Gauss, you know? I don't know. You don't know? I don't know. Euler, Euler. And Pascal. Pascal, Pascal you know? Of course. Pascal. Yeah. Pascal is very famous. Yeah. From now, I will teach Moritetsu this
theory. So you audience. Okay. I'll watch. I'll learn. Yeah. But I can't, like, I don't even remember algebra. Do you know algebra? Yeah, yeah. Yes. What's algebra in Japanese? I don't know algebra or calculus or geometry. I don't remember any. Yeah. Okay, I will teach you, so you have to study hard. I just say from now. Okay. Okay. Okay, okay. Let's walk. No. Do you think Japanese students are better at math? Do you think Japanese students are better at math than like American students? I don't know. British? Everybody almost same. Oh, everybody else. Everybody. Everybody. I see, I see, I see. Like they're him. We're all fools. He's the worst mathematician. Mathematician? He's not a mathematician. Mathematics level is you are the lowest in the world. Why did you start to teach mathematics? Yeah, why? Why did you? Alan. Yeah. Eh? Why did you start to teach mathematics? Why? Why? Difficult to explain. When did you start liking math? When I was 24. Oh, really? So long time. Yes. I see. After that, I was house husband. House husband? Yes. Yeah. Cooking. Yeah. Cooking. Only cooking. What do you like more, being a house husband or doing math? Which one? Huh? Which is better? Yeah, which is better? Both. Both. You like both. But I don't like cleaning. Yeah, me too. I don't like cleaning. Cleaning is the worst. I don't like most difficult. Difficult, yeah. For me. Yeah. My wife always gets mad at me because when I clean, it's still dirty. Oh, you have a wife? Yeah, I have a wife. I have three wives. Oh, right. Nice. Good. Before. He got divorced. Okay. Wives. Wives. Mm. Yeah. You had three wives. Three wives. 暮らしてたからやっぱそこはね、コミュニケーション能力が高い高い コミショですからコミショ、はい、そんなカンタロウさんのね喋ってる姿をもっと見たいとかまあねトイックの勉強するはずなんでねするはずであのそう今回コロナの騒ぎで受けられなかったからねちょっとすげー喜んでたんですよ受けられないイエーイみたいな勉強しなきゃそんなこと言ってすごい勉強しろ勉強しろってね言われると嫌になっちゃう言われると嫌だから言わなきゃいいんだよ言わなきゃ何もやらないじゃん。はい。じゃあこれからもね、カンタロウさんは英語頑張っていきますのでね。頑張ったら。約束はできない。頑張ってなかったら低評価はカンタロウチャンネル、鈴木カンタロウチャンネルでお願いします。はい。ということでした。はい。ご視聴ありがとうございました。失礼いたしました。